2019年8月、大阪府内の運送会社でトラック運転手をしていた52歳の男性が、仕事中に心筋梗塞で死亡しました。去年、労災認定されましたが、男性の会社側は話し合いに応じず、今日、遺族は会社側におよそ5480万円の損害賠償を求めて、大阪地裁に提訴しました。男性運転手が亡くなる直前の勤務は、過労死ラインを大きく超えていました。2ヶ月から6ヶ月の平均を取っていくと、だいたい140から150、160といった残業をしていたと。勤務間インターバル、次の仕事を始めるまでの休息期間ですね。この時間が8時間を下回る日が多く、短い時には1時間を下回るような時もあったと。遺族は会社には長時間労働のせいで命が失われたことにきちんと向き合い謝罪してほしいと話しています。